雨が降り始めています。まもなく試合開始。 ZOZO マリンスタジアムからお伝えしてまいります。里崎さんは現役時代、雨のゲームで特に気をつけていたことはどんなことでしょうか？雨でやっぱり手が滑るんでね、ポケットにロジンを忍ばせて試合に臨んでますよね。そうなんですね。里崎さん、こういう一方的な展開ですと両チームのファンの気持ちというのも両極端でしょうね。まあそうですね、勝ってるチームのファンはね大喜びでしょうけど、負けてるチームのファンは地獄でしょうね。このまま試合は終わってしまうんでしょうか？なんと12回を一人で投げ切りました。里崎さん、最近ではこんなことめったにありませんよね。そうですね、まあ最近ではなかなかないケースですけど、素晴らしいピッチングだったと思いますね。そうですね、本当にピッチャーあっぱれと言いたいと思います。勝つ勝つ。赤星さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。いやー、これはなかなか味わえない最高の瞬間なんですよね。へえ、のしなんなくしのふきやすやねやじだかなかなうえろふかい。へえ、のしなんぬびしのふきやすあったばてみひょいやんし、なしわか。チェチェ。アッカーアッカーアッアッウルヘース、どうもありがとうございました。帰り気をつけて帰ってください。さようなら。